私のこと絶対忘れないでね。俺は東京の大学へ進学、幼馴染で彼女の南とは別れることにした。この時はまだ知らなかった。俺はこの決断を一生後悔することになる。今暇？暇じゃない。何してんの？友達と遊んでる。高校の頃と変わんないよ、そこら辺はね。へえ、じゃあファッションとか趣味とかは東京に染まっちゃった的な？渋谷とか表参道とか普通に行っちゃったり？まあそこまでではないけど、南俺に会っても気づけないかもな。嘘、そんなに変わっちゃったの？もしかして私に構ってる暇なんてない？そんなことないけど、まあ忙しいっちゃ忙しいかな。嘘だ、全部嘘。あいつはいつもあそこ座ってね。え、知らない？食堂の主。何それ、ウケるんだけど。もしもし、聞こえてる？聞こえてるけど暇じゃないんだって。本当に？あ、そういえば来週山形帰ってくるんでしょ？うん、あの楽しみだね。最近ギター始めてさ、結構私才能あるかも。リョウジにも聞かせたいなって。てかリョウジ、私のこと忘れてないよね？ちょっと心配。とにかく駅着いたら連絡してね。わかった、じゃあもう切るよ。まずい、南は進化してる。インスタ見る感じ、高校の頃より垢抜けて相当可愛くなってた。対して俺はこんなダサい姿に。何とかしなきゃ。人生初の渋谷、緊張するな。ここか？てか誰選べばいいんだろう。あれ、りょうじくん？なるほどね、それで南ちゃんにふさわしい男になりたいと。この人はアリス先輩、同じ山形出身で、子供の頃はよく遊んでもらったっけ？それならお姉ちゃんに任せなさい。まずは服の前にその髪型なんとかしなさい。服は季節感を出しつつシンプルで、香水なんかもさりげなく使って。すごい、俺じゃないみたいだ。あとはその腕とか足の剛毛はなんとかした方がいいかな。なるほど、無駄毛ですね。女って怖いわよ、毛が濃いだけですぐ嫌われちゃうんだから。この前の女子会でもマイカの彼氏の毛マジでヤバくない？腕とか足も汚いけど特に脇毛不潔、ほんと臭そうだし、あいつ嫌い、かけてジャングルって呼んでるわね。マイカかわいそう、言ったら機嫌悪くなるから直接言えないんだって。とか言ってたし。なるほど、やっぱ無駄毛って気持ち悪いんですね。分かってるならちゃんと剃りなさいよ。男の無駄毛を気にしてる女の子ってほんと多いわよ。アンケートでも女子の 89.2% が男子の無駄毛を気になるって答えたらしいし、それってつまり無駄毛が生えてるだけで100人中89人の女子から嫌われてる可能性があるってことよね。嘘、じゃあみなみも。りょうじくんの無駄毛キモって思ってる可能性結構高いってこと。初対面だとかあんまり仲良くない女の子と会うときはちゃんと無駄毛まで剃って準備、最低限男子にはこれぐらいやってもらわないとね。知りませんでした、急いでカミソリ買ってきます。いやー、カミソリはやめた方がいいかな。剃り残しがちょいっと目立って逆に不潔に見られる可能性大。毛も濃くなって肌も傷ついて、トータルで見たら結構マイナスになっちゃうんだよ。だからこれ貸してあげるよ。何これ、除毛クリームですか？確かに除毛クリームなんだけど、正確には除毛美容液クリームかな。市販の除毛クリームと違ってムダ毛がごっそり取れて、使った後肌がしっとりツルスベになるから、女の子の間でも愛用してる人がいっぱいいる。だから除毛美容液クリーム、とりあえず一回試してきてよ。こんな真っ黒なクリーム塗れば10分後、なんか毛がチリチリしてきた。シャワーで流すとすごいスベスベになってる。毛穴の黒いポツポツもない、めっちゃしっとりしてるし、すごいです。先輩こんなに印象変わるなんて。すごかったでしょ。それはね、2020年のテレビ番組出演回数300回、元アイドリング有名タレントがインスタで紹介したことをきっかけに、今日本中で3分に1本のペースで売れてるジャモタンテクリームなんだ。でもこういう商品って本当に効くんですね。ネットで売ってるのなんて怪しいものってイメージでしょ。まあ有名タレントも使ってるし信頼できる商品だと思うよ。実際にその効果はほら見て、こんな剛毛な男性の足でも塗ったら5分こんなにツルツルになるんだよ。すごい。でもなんでこんなに綺麗になるんだろう。それはね、ジャモタンだけに配合されている特別な炭のおかげ、薬用炭って言うんだけど、それが毛穴の奥からムダ毛をキャッチ、根元からこっそり除去するから、ほらこんなしっかり効くんだ。実際楽天市場で除毛クリームの検索結果って2700件近くヒットするんだけど、ランキングで堂々の5冠を達成してるんだ。ちゃんとした商品って世間でも認められてるんですね。毛根からしっかりなくなるから、最初は2週間に1回、だんだん1ヶ月に1回、どんどん回数が減ってびっくりするよ。使ってよかったでしょ。あとやっぱ肌に優しいところもいいですね。さすが除毛美容液クリーム。そうね、実はさ、ジャモタンはビタミン C やプラセンタ9種類のフルーツエキスが贅沢に入ってるんだ。この美容成分たちが肌をコーティングしてくれるから、使った後も肌が荒れないの。その後、すいません、 LINE 交換してくれませんか？女の子から急に逆断されるほどの清潔感あふれる爽やかな男に、そして南と会う日まであと1日。ところであのチョモタン続けたいんですけど高いですか？実はね、高級品なだけあって、あれ1本1万円くらいするんだ。何ヶ月も使い続けて全身の毛をなくしたいって場合は5、6本は必要になってくるしね。でも人と会う前だけ使うとして腐るもんでもないし、1本くらい持っときたいな。まあね、不潔な人って見られるか1万円払うか、どっちを選ぶかは価値観次第って感じかな。でもね、どうも1万円払わなくて済む裏技があるらしいの。っていうのも YouTube 限定キャンペーン開催中、まずは試しに1本使ってみてほしいということで、送料の500円だけ払えば無料でジャモタンが手に入るんだ。無料？すごい。この理由は1回使ってもらえれば絶対リピートしてくれるはずってメーカーの自信から、実際に満足度は驚異の 94%、 100人に94人がジャモタンに満足してるということ。そして当日、当時久しぶり、私のこと覚えてくれてた？もちろん、自分を変えるきっかけになったジャモタンには
本当に感謝してる。ムダ毛や肌荒れから解放されただけじゃなくて、自分に自信がついた。最近は大学でも研究が認められて、みんなの見る目が変わったし、就活でも印象がいいせいか全勝。本当に脱毛してよかった。この実質無料のジョボタン、申し込みは青いボタンをクリックして1分、住所や氏名を入力するだけで自宅にすぐ届きます。送料の500円もコンビニで現金後払いで払えます。クレジットカードがない方でも安心ですね。最後になりますが、この動画を消してしまうと二度と送料500円のみ、実質無料で試せません。今すぐ動画下のボタンを確認して、送料500円のみ、実質無料のジョボタンを試してみてください。あなたの1000円が 2000% まで膨れ上がる？時間がない、お金もない、そんなあなたにぜひ見てほしい。働いても働いても給料はなかなか上がらないですよね。しかも拘束時間は長く、家に帰っても自分のことに使える時間は限られているという方がほとんどでしょう。ご飯を作ってお風呂に入っておやすみなさい。そして次の日もまた仕事。毎日こんなに頑張っているのに、自分のために使う時間もお金もない。あなたの財布に入っている千円札を使って、そんな生活少しずつ変えていきませんか？その方法は人工知能を使い、たった千円から実践可能な新時代の稼ぎ方です。しかも1回1分で完結。今のお仕事を続けながらお金を増やすことができます。1回1分でって本当なの？と思ったあなた、次の映像をご覧ください。結果を見てもらうと分かるんですけど、はい、1万円が1万8200円、うん、おー、また勝ちました。すごい、もう訳がわからない。わ、すごい、すごい、5勝ですね。5勝しましたよ、これでどん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 稼げちゃうわけですね。いやいや先生、今の5回で4万1000円ですよね。そうです、5回で4万1000円です。いかがでしょうか？すでにこの方法で多くの方が利益を出し、時間的にも金銭的にもより豊かな生活を送っています。整骨院を経営している大沢さんは、月に30万円前後を安定して獲得し、再雇用で働いていた木村さんは100万円以上の利益を出し、脱サラに成功しています。ただし、この方法はこの動画を偶然見つけてくれた方にのみ紹介している方法です。動画をスキップしたり他の動画を見てしまうと、次いつお会いできるか分かりません。ですので、今の生活を少しでも変えたいのであれば、詳細を見るボタンを押してチェックしてくださいね。あなたの財布にある1000円で、あなたの未来を変える第一歩を踏み出してください。